三振直後の村上さんの表情。あかん。見てて辛い。やばそう。頭の中真っ白なってそう。もうバットにボール当てた時の感触も忘れてるだろ。特にスイングすらしてないし。空振り三振だから、球審にブツブツ文句も言えないもんね。パワプロでいう赤徳がつく瞬間を見た。壊れちゃった。二人目の故障者やね。せめて打順下げたってくれ。これだけ不調なのに、4番に固定させてるサイコホモが悪い。栗山さぁ。末期合併はこんなもんや。シーズン中なら変えられてる空気やな。打てるやんよ顔目。